梅原ニュース。うん、はいということで、はい、梅原さん、えー、お一つよろしくお願いします。A G A。<laughs> はいはい。A G A。あの A G A。あの A G A ですね。あ,<ー>あの矢島さんからもらった金で A G A の初心に行くみたいな、ね。行くみたいな話よね。を半年くらい前じゃないですか。そ,でその後ねいろいろ。 まあ世の中的に病院行けなくなっちゃったんで控えていたんですがこの間ね行ってきましたよ。H G A に治療そう。もうこの何週間ぐらいの間ですか。そう二二三週間前かな。上菌菌ですね。はいはい。でねそのちょっと聞きたいそれはどうやって電話するのまず。 <laughs> まあそうだよ <laughs> 予約はするんだけど、うんうん、そうそうそう予約してあのその日ちょうど休みだったから昼過ぎから行きまして結構混んでてね<ー>その別にそこの病院は AGA だけじゃなくていろいろ女性用の美容とかなんかいろいろやってるところで女の女性のお客さんもいたりしてで待ち合わせで待つわけじゃないうん、うん。でやっぱななんかかかそういうい病院だからなのか全員 そのの椅子の向きが全員一緒でほ<う>なんかこう向かい合ったりしなくなっててあ,なあんま恥ずかしさとかもなくうん、うん、待ってたんだけどその待合室の雑誌が置いてあるコーナーがあってそこになんか花枝君が表紙の雑誌があって <laughs> <laughs> まずその時点でちょっと一瞬帰ろうかなと思ったん <laughs> あなえなんでそれを病院にチョイスしてんだろうね。分かんなな、ね、じゃなくてんなんか猫 根んそうなんか猫雑誌の表紙にたまたま花君がなんかすごいこっちを見ながら<ー>にこやかに微笑んでるのを見ながら俺は待ち合わせで待っててうん、うん、でまあ診察しますっていうことではい、はい、まずねそのドクターじゃなくて看護師さんなのか。うんうん でも看護師さん僕ぽくもなかったんだけど女の人が助手的なな方のもしかしたら診察してくれて「ああ今日は AGA で」って言ってでドクターが来る前に一回幹部を確認するので「ちょっと見せてください」って言って「ああこれが来たか」と思ってそうですねちょっとドキドキの瞬間で僕うあげたんですよ前かパッてあげたら。 ああいや全然大丈夫じゃないですかみたいなあよかったって僕は思ったんだけどなんかねそのまあいわゆるこう恥ずかしいわけよ前髪を上げるっていうのがやっぱこうねここが僕が気になって今日来ましたっていういわゆるこうそれが恥ずかしいんだけどすっごいなんか気持ちよくて。 <laughs> その助手の女の人もまあ多分僕よりはるかに年上なんだけど、うん、あの多分美容系もやってる病院だからすごいおきれいな方でそのおきれいなお姉さんに、うん、自分のこうチブを晒すっていうのがすごい快感でこれはいいぞでもなんかあでも全然大丈夫ですよみたいな。たただその気ににななるなら早めにやっといた方が その食い止めることもできるし、あの。まあ確実に効果が出るとは言えないけれども、その。悪くはならないと。はいはいはい。だからじゃあ、飲むことにしましょうかみたいな。ことになって、じゃあ、この後、あの、ドクターの方に。あの、呼んで診察しますからって言われて、また待ってて。そしたら、今度またドクターが来て。ドクターも結構綺麗な方でさ。女性の方だった。そうそう、二人とも女性の方で。で、あ、じゃ。じゃ、ドクターに幹部をって言われて、また。あ、これ、来た。ぞ またこれでできるんだって <laughs> <laughs> で前髪をパッて上げてね気持ちいいなと思いながら <laughs> そしたらまあドクターも「ああ全,全然全然」みたいな、まあ、気になるならまあ処方しますかみたいな感じで「あよかったな」って思ってでまあなんか経過観察しなきゃいけないから最初の時点でこう写真を撮るっていう、はい。 でじゃあちょっとこう上げといてくださいみたいな、うん、でこうやって上げながらなんか iPad で写真撮られて<ー>であんま全然全然大丈夫みたいなお二人で話してるんですよにこやかに。で僕はあよかったよかったと思ってその iPad をチラッと見たら。うん 結構ハゲとるやないかい。やいや、結構来とるやないかいって、俺も言いそうになっちゃって、ついつい。やっぱこう前髪グッて引っ張ったのもあって、あれ自分で確認するときとは訳が違う。が違う。知らないアングルから見られてるから、おいおいおい、つって。 っていうのがありましたけどいやでもなんかすごい女医さんもねお二人ともすごいいい方でいい方でいい巡り合わせがすごいねなんかにこやかな方々でよかったなあのあれです違う快感を誕生させてしまったわけですよねまず1か月分処方されてそこから経過見てまた1か月後に行くんですよそれが楽しみだなへえ1か月ぐらいで変わるんですかね まあまずは何か副作用がないかとかそういうのをチェックするらしいけどじゃあまたそうまたいけるんですよいけるう <laughs> んですよあ<ー>そうそうそれがね楽しみでね、うん、そっからはなんか半年ごととかでいいんだって<ー>半年分買っていやまとめて薬をもらってってことなんだそうそうそうでも今2週間ぐらい経ってるけど、うん、頭皮が柔らかくなってえ 本当に血流がでもよくなったのか変わってくる頭皮柔らかいことねえぞっていうぐらい柔らかくなってめちゃめちゃ今いい傾向にいってるんだまだ先は長いですからねまあワクワクしながらいけるねさらにこう女医さんに対してや柔らかくなったんですよそそううそうでもそんなね値段も高くない月1万以下だから。 何か趣味の一つをねそれにでも紹介していただいたらいいんじゃないですか矢島さんでも後ろのスタッフさん笑ってますけどね僕たちっていうよりかはいやでもでも全然いけると思いますよ月1万ぐらいならいけるでしょそっちの話いやいやそれもそうだし負担にならないでしょもし生えなかったとしてもでもあれ怖くてさ 飲み続けたら止まるか生えるかるそうそうでいつか薬をやめた瞬間本来のその年齢の髪の毛に戻んないわー急にそう自分と急に向き合うことになってしまうっていうねまあど,どれをね選択するかにもよるけどねうそういやーでもね いい上場ですよ、<ー>経過は。上柔らかくなる。<ー>も柔らかくのはいいことだもんね。ううだ,ねだって、血流が良くなるってことだもんね。ななんうん、えぇ、ー、ご期待ください。あ、じゃわかりました。はい、また詳しく聞かせてください。<laughs> <laughs> はい、えー、続いては、復刻、西山に。